立川駅に着きました。今からご飯を食べに行きます。今日の昼ご飯はげんこつ唐揚げ丼です。並盛り3つを頼みました。並盛りってこの大きさすごい大きいです。3つ頼んで4人で食べます。今日の目的地立川防災館入ってみたいと思います。これが立川防災館でできる体験の内容となっていますね。うちの子供まだ小さいので、今丸がついている防災ミニシアター、地震体験、あと煙体験しか体験できないようですね。はい、体験が始まるまでに少し館内を、見て回りたいと思います。でこっちがミニシアターのところかな。ここが煙体験室で、ちょっと歩くと横にあるのが地震体験室ですね。サバイバルクイズ、お、出てきた。どうする？はい、そのまま遊ぶ。どっち？そのまま遊んだ方が楽しい。ほら、そのまま遊んでるよ。ほら、楽しい。楽しい。楽しい。2階に来ております。日常生活事故防止コーナー。救出救助コーナー。担架を体験できるようですね。段ボールで作ったトイレ。これが便座の蓋。ちゃんと普通のトイレの形になってますね。こちらは家族4人分で、3日間の、備蓄食料がこれくらい必要だそうですね。豪華ゲーム。消せ消せ消せ、もっと消せ。そうそうそう。私を目印に逃げれば大丈夫。扉の前で待ってください。じゃあね、部屋の明かりが消えます。はい、はい、スタートです。低く低く、わー、煙体験コーナー。いけ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 、すごい煙だ。はい、入るよ。おお、真っ暗。真っ暗って何も見えない。真っ暗って何も見えない。煙。ああ、出口らしいところに来た。おお、これが大部屋か。これが最後か。真っ暗。おお、出てきた。正解。準備が、準備ですか。緊急地震情報が流れました。さっき言った通りね、しっかり足を押さえないと動いちゃいますから。3です。2です。3です。
から出ていただいて、火を消して、火を消して、はい、どう何度も確保して、ブレーカーを落として避難しましょう。はい。はい、では最後にいろんな消防装備の写真を見て帰りたいと思います。本日来たのが立川消防館で非常に良かったですね。無料で入れてとっても楽しめました。子供から大人まで、楽しめる場所だと思います。子供の年齢によっては、参加できないアトラクションもあったんですけど、私たちの場合は3つほど体験いたしまして、約1時間半くらいの時間を要しました。はい、では最後にチャンネル登録お願いします。さようなら。